1985年7月半ば未明、日中共同取材班は甲賀の源を後にした。大甲賀5000キロをたどる旅の始まりである。大地をうねり、やがて遥かな渤海に至る甲賀。その最上流部は荒々しい大自然が展開する有数の秘境である。夜明け、甲賀の水面からは一斉に川霧が立ち上る。海抜4000メートルを超える高原に短い夏が訪れた。源を発した甲賀は幾重にも折れ曲がりながら山の連なりを縫って、まず南東へと進路を取る。最上流域の甲賀は枝分かれを繰り返す細い流れの束であった。本流に従う網目のような無数の筋が谷合の草原を縦横に走り絡み合う。険しい山岳地帯に入り、ジープが走れる道も深い谷で尽きた。車を捨て馬の隊列を組んだ取材班は崖に刻まれた獣道をたどり河原を進んだ。人影もまれなこの峡谷で甲賀を渡るチベット族の旅人に出会った。旅人は馬の尻尾をしっかりと握り、馬に身を任せて急流を渡る。川の中ほどでしきりに奇声を発する。チベット族の古くからの言い伝えによれば、甲賀上流には全身を鋭い歯で覆われた恐ろしい妖怪が住み着いているという。ツァルという名のこの妖怪を追い払うために口々に奇声を発しながら甲賀を渡っていたのである。革袋から取り出した衣服を素早く身にまとうと、旅人は風のように走り去った。崑崙山脈の北に連なる甲賀流域の最高峰アムネマチン。一年を通じ雪と氷に閉ざされたこの山は、神々の宿る山として流域の民の守護神となっている。上空を吹き渡る強い風が稜線に雪を巻き上げる。高地には珍しく、アムネマチン山麓には豊かな樹木が生い茂り、野生動物の天国である。樹海の中から姿を現したジャコウジカ。
腹部にあるかぐわしい香りの匂い袋は香料として金よりも高価な値で取引される。深山に隠れ住むこの鹿が人目に触れることはめったにない。土地の漁師すら年に一度か二度見かけるだけだという。狼や熊から身を守るための銃を背に斜面を登るのはチベット族の医師たち。海抜5000メートル近い岩場にだけ自生するという薬草を取りに来たのである。チベットの数ある薬草の中でも飛躍中の飛躍とされる雪蓮。短い夏の一時期を除いて雪の下にひっそりと埋もれたまま姿を隠しているこの薬草は不思議な力を持つ滋養強壮薬であり、特に腎臓病には優れた効き目がある。飛躍雪蓮を求める彼らの旅は一夏中続く。峡谷地帯の深い谷合にあるチベット族の集落では黄河を渡る手段としてイカダが使用されている。ヤンピーファーズ、羊の皮袋を並べた伝統の乗り物である。切り立った峡谷が続く上流地帯には数百キロもの間橋はない。イカダは流域に暮らす人々の欠くことのできない交通手段なのだ。対岸にある寺からは僧が毎日買い物にやってくる。こちらからは信者が祈りを捧げに行く。川幅200メートルの黄河を渡るヤンピーファーズの往来は頻繁である。馬やヤクなどの大型の家畜はイカダのヘリを泳がせて渡る。イカダはできるだけ速い流れに逆らわぬよう川を大きく斜めに進む。上陸地点も一定ではなく、流れ着いた場所が私の終点になる。ヤンピーファーズの浮き袋は羊一頭の皮を丸々裏返しに剥いで塩を塗り込み油でなめして作る。片足から息を吹き込めば皮袋は今にも走り出しそうな羊の形に膨らんで準備完了だ。
この私は有料で大人1回1元日本円で約60円中国の貨幣価値からすれば決して安い乗り物ではないただし子供や家畜はタダであるどんな増水時でもこの私が休むことはない最上流の集落マトーから300キロ黄河に架かる2番目の橋にようやくたどり着いたそこには上流の黄河が最初に出会う町ダーリがある黄河の源が発しアムネマチン山脈をすっぽりと包み込む広大な青海省コローチベット族自治州ダーリはその中心地として栄えた町である遠い昔から西寧に登る大将や南の四川省へ抜ける旅人そしてラサを目指す巡礼たちが行き交った遊牧民の生産品集荷地であるこの町の一角ではちょうど青海省各地から運び込まれた薬草の買い上げが行われていた下剤権威剤として日本をはじめ欧米諸国にも輸出されている青海省特産の漢方薬ターファン大王である高価な値で国が買い取ってくれる薬草の採取は山野を住処にするチベット族遊牧民の大事な副業であるこの女性が持ち込んだのは冬虫夏草と呼ばれる珍しい競争薬である土の中で虫の幼虫に種が寄生する不思議な植物で夏には虫の形をしたこの根から草が生えてくる1キロ5万円遊牧民の年収にほぼ匹敵する値がついた古老チベット族自治州チベット委員黄河上流の少し大きな町には漢方や西洋医学による病院のほかにチベットの伝統的な医学に基づいた病院が必ずあるチベット族のほとんどはこのチベット医院を訪ねるママ両手で患者の脈を取っているのはこの病院の院長6本の指をあてがう脈診はチベット医学が最も重視する診察法だ患者は腹痛を訴える遊牧民の少年その傍らで心配顔なのは父親であるカルテに書き込まれた処置は胃と腹部へのお灸であった この病院の薬は全て医師自らの手で採取したものが使われる薬を調合するのもまたチベット族の医師である三座子、クコの実、ウサギの心臓や牛の胆のう、木の根、宝石を細かく砕いた粉末貝殻、化石、動物の角ありとあらゆるものが雪蓮をはじめとする薬草と一緒に石臼で砕かれ丸薬や粉薬に調合されていく
西洋医学や漢方とも異なるチベット医学の薬は慢性的で説明のつきにくい病にはなお一層の効き目を見せるという。人はなぜ病に侵されるのか。千年以上の歴史を持つチベットの医学が追い求めてきたのはこの問題なのです。インドから学んだ医学の体系をチベットの大学者たちは長い時間をかけて独自なものに発展させてきました。多くの場合、人間の中のある秩序やバランスが崩れた時に病は起こります。体内を駆け巡る血液、数多くの内臓、分泌腺、筋肉、これらは人間の心と密接に絡み合い、均衡を保ちながら一つの宇宙を形作っているのです。チベット独特の薬は失われた秩序を回復し、心と体のバランスを取り戻す強力な手助けとなるものです。青海省黄河上流域の広大な草原は古来チベット族遊牧民の天地である。原野の呼ぶ遠い声に応え、草原に家畜を追って暮らしてきた。遊牧民は年に4回から5回住みかを移動し、遊牧の旅を繰り返す。7月の終わり、夏場の大移動の季節が訪れた。一年で最も長い遊牧の旅となる。これから旅に出るという一家が一冬を過ごしたテントで名残を惜しむ最後のお茶を沸かしていた。チベット族の女性は金銀宝石などおびただしい装飾品を身につけている。これは部族間の戦いに明け暮れた遠い昔の名残であるという。常に全財産を身にまとって非常時に備えるのが女のたしなみとされていたのだ。家族総出の引っ越しが始まった。土のかまどを残して全ての家財道具一切を運んでいくのである。かまどは再びこの地に戻った時に使用される。無人の野に残された土のかまどには何人も触れてはならないとされている。隣近所のテントからも応援の手が差し伸べられる。過酷な風土に生きる草原の旅は誰もが家族なのだ。ヤクの毛で編んだこのテントも大勢の手を借りて皆で縫い上げたものである。毎年皆さんいつ頃になぜこう移動していくわけですか。それでいつ頃こちらに帰ってくるんですか皆さん。什么时候回来这个地方？但南西兰的永久。他西兰的一个到三名永久的永。一个到三名的永久。到这儿，明年的这个时候就搬到这儿。哦，也一年間不过一段儿的，那就过不去的，那不。哎，这就嘛嘞，就是现在这个。嗯。再见，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 对不起，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 对不起。
8人家族のラモータンチさん一家は250頭の羊180頭のヤクを追って旅に出た。ダーリの町を出て100キロ。谷はさらに深く、流れは一層速い。この峡谷を下るためには、ヤンピーファーズに乗って直接流れをたどるほかに術はない。イカダの乗り方、川の下り方など、取材班は細かい注意を受ける。ああ、こういうふうに。あ、正座するわけ。ああ、立っちゃいけないんですね。不能站起来。要出发之前，你得哈里子思路一下。嗯？嗯？要出发之前，好好搞过一搞，哈里一下就自己搞好的。こう捕まって。捕まる。あれ。ああ、ここに捕まるわけね。比如说，这个是插在边儿走呢，还是在中间走啊？这不坚持，真的走。真的走，一番速いところ。哦，危险じゃないでしょうね。那个也不是很危险吧？危险的。そうです。危険。非常危険。啊，非常危険ですか。油を塗った柔らかい革袋は、ふわふわと頼りなく安定を保つのは難しそうだ。日本から持ち込んだ2隻のゴムボートを従えて、いよいよ黄河に漕ぎ出す。両岸に迫った険しい山肌から絶え間なく崩れ落ちる土砂が土煙を上げる。黄河の源に湧いた清冽な水はここに至って濁りを見せ始めた。秒速7メートルを超える速い流れの中でヤンピーファーズは意外に安定がいい。激しく揺れ動く波の上をイカダは自在に乗って本流を下っていく。10キロほど下った地点で砂金を掘る大勢の人々がいた。あのこの黄河から金をどういうふうにして取るんですか？因为在黄河啊，怎么淘金啊？你是怎么淘金的？啊，你给看看这金哪儿金？都是口头记下的。この間に？口头记下的，他这个。啊，この間に溜まっていくわけ。口头记下的。他全部都是在投，搞起来的，欢迎你们来。嗯。これ一日にどれくらい取れますか？一天能够淘多少斤啊？一天可以分斤，分二分，嗯，二分ですね。どれくらいのお金になりますか？
大概如果折合成钱的话，能一天能挣多少钱？一个人只能挣八块钱。好近，好近。哦，一休你们是那？这个黄河对呢，金啊多的是吧？咱们这个黄河这岸边金多不多？您认为金多不多？深河啊，东边。打仗了吗？打仗了。哦，那么看看金子。这真是可厉害。これね。これでいくらぐらいですか、これ全部。だけ、这个金大概有十五块钱。大体十五円。おお、十五円ですね、十五円。あれ一緒に働いてるの娘さんですか。那个女孩是您的女儿吗？金さん。長い峡谷を抜け出した黄河は大きな弧を描き突如反転する。そこは四川省北部に広がる大湿原地帯であった。黄河究極、くたび折れ曲がって渤海に至る黄河最初の大屈曲部である。アブネマチン山脈をカイナに抱くようにして流れる黄河に沿って大屈曲部の集落タンクへ入る。四川省アバチベット族自治州タンク。川のほとりに板吹きの屋根をひっそりと並べたこの村のチベット族は遊牧生活は行わず、10キロほど離れた牧場で馬の生産をしながら暮らしている。村外れの小さなマニ堂。オンマニペメフム、汚れなき蓮の花の上に悟りを開かせたまえ。古いサンスクリット語の念仏を唱えながら数珠を送る。金色に輝くマニ車の一つ一つには経文が納められ、これを回すごとに一回度胸したことになるのである。7世紀唐の文政公使によってもたらされたという仏教はチベット族の深い信仰によって受け継がれ、今ではあらゆる国の仏教の中でもインド仏教の原型を最も色濃く残している。黄河に臨む小高い川岸に祈りの旗タルチョウのおびただしい群れが波打っていた。敬虔な仏教徒であるチベット族はまたその一方で精霊を崇拝し、大自然の一木一草にも神が宿るとする信仰を併せ持っている。白い布に経文を書き連ねたこのタルチョウの群れは神々の依代であるとされ、無数の旗音が湧き上がる風のどよめきに人々は神の声を聞いてきた。
8月に入り、黄河上流域も雨季を迎えた。長雨に降り込められた人々は所在なくひたすら雨季の明ける日を待つ。水かさが一挙に増した流れに乗って黄河を下るいかだの旅は続いた。四川省の湿原を抜け出した黄河は一雨ごとに濁りを増しながらひたすら北へ進路を取り、甘粛省に向かう。行く手には頂上と打ち続くさらに険しい山々が立ちはだかっている。甘粛省摩中地区、黄河はここを通過して再び深い峡谷へ入っていく。チベット族は黄河を摩中と呼ぶ。この世にあらざらんほど美しい川という意味である。だがその両岸には荒々しい原野が広がっている。チベット族はこの自然と共に生きてきた。チベット族独特の壮麗長僧、黄河上流域に暮らすチベット族は約70万人。そのほとんどの人々が長僧によって現世から来世、苦海から浄土へと旅立っていく。寺の祭壇で悪霊を払うための度胸を受け、手厚くエコーを施された死者は僧たちによって長僧の山へ運ばれる。死者が出るたびに新たなタルチョウが付け加えられ、長僧の場は祈りの旗で埋め尽くされていた。チベットのラサなど大きな都市部では長僧も極めて簡略な形で行われることが多い。しかしこの上流域では昔通りの厳粛な儀式が執り行われていた。度胸の声と僧の吹く笛の音に誘われるように上空を舞う鳥が姿を見せ、その数を増しながら高度を徐々に下げ始める。大型の猛禽ハゲワシである。このハゲワシは天上から使わされた神の使者だとされ、厚く保護されている。
神の使いであるハゲワシに肉体を捧げ、鳥が再び天高く舞い上がるとき、死者の魂もまた天上に帰ることができると信じられているのである。팀도그렇게휘안도치가오늘지나휘안도그렇게듣고천던디데그렇게듣고디그렇게듣고죽음신으로듣다그렇게듣고디그렇게듣고나를숨들고자다나리깡걸자다가그렇게듣고샤탐지보고그렇게턱을넘어오다가턱통통나봐나서가내그렇게듣고샤탐지보고그렇게듣고등이그렇게듣고죽음신으로뭐처럼니나한테그렇게듣고로다기너무그렇게못온데너무못온나그렇게듣고니효니로드치르지나다그렇게듣고促进이기기促进걸로되기도신기나가니그렇게듣고시안되셨는데다그래서그렇게듣고되어졌는데단니나한테그렇게듣고들었는데너한테그렇게듣고마음들나지금니혼나그렇게듣고니듣고하신가혼나미산니따산니아드무고그렇게듣고죽었니다그게끄이니드무고그렇게듣고듣고멀기하시나듣은니나가턴다나그렇게듣고된다만가막그렇게듣고열어되어졌는데깨지그그렇게듣고기드무고아주그렇게적었던것을잠못들었어요ガンダンと呼ばれる人骨の笛やラグドーンという名の長いラッパを吹き鳴らし、天上の使いに運ばれる死者の魂を見送る。大自然の中に生まれ暮らしてきた人々はこうしてまた自然の中に帰っていく。草原の民チベット族。旅の途中、私たちは幾度となく彼らが大草原で開く競馬大会に出会った。テントぐるみこの会場に集まった遊牧民は800人。子供たちにとっても待ち焦がれていた晴れの日である。競馬大会に先立って草原の一角では人々が持ち寄ったチベット裸麦の山が築かれ、サンハムヌという神事が行われた。柏の小枝に浸したヤクの乳は悪霊を払う聖水である。人々は雄たけびを上げながら競馬大会の始まりを大地の神々に告げる。馬上の一団は人馬一体の武運を祈って半がずりの小さな紙の五符を一斉に空へ投げ上げる。誰よりも早く馬を走らせ名馬に育て上げる。それはチベット族の男にとって何者にも代え難い名誉なのだ。
生まれ落ちた時から遊牧の旅を繰り返してきたチベット族の幼い子供たち。乗馬は生活の一部であり、誰もが巧みに手綱をさばく。騎士の少年たちはまだ10歳をいくつも超えていない。黄河の流れに沿って馬を走らせる。川の流れに逆らわぬよう、大自然を司る神々の摂理に背かぬように。原野に暮らすチベット族遊牧民は何よりも自然の摂理を重んじる。競馬大会が終われば、再び野や山の精霊の声に耳を傾ける遊牧の暮らしが彼らを待っている。マチウを抜けて再び峡谷地帯に入った黄河は、さらに流れを速めながら矢子峡に差し掛かる。淡空から350キロ、上流域最大の難所だ。徐々に川幅は狭くなり、高い崖が両岸から迫る。複雑に入り乱れる流れが至る所に渦を巻き、まっすぐに下ることは難しい。ゴンボートは激しい波の衝撃をまともに受けて木の葉のように舞う。そして本流を巧みに乗り切るヤンピーファーズといつしか離れ離れになった。そり立つ絶壁に挟まれた一筋の細い空、この上空を野狐が軽々と飛び越えたという、矢子峡の名の由来である。川幅はついに10メートルを切った。長大な黄河の最も細いくびれに入った。最上流部を下ること1000キロ、その間源流地帯の清らかな流れ、大湿原の中のうねり、そして大地の亀裂を走る激流、黄河は千変万化の姿を見せた。
こうして険しい峡谷地帯を抜けた黄河はやがて多くの支流を飲み込み、さらに幾重にも曲がりながら遠く渤海を目指して悠久の旅を続ける。